今ですね、タイのバンコクにいます。で、バンコクの、BTS のプロンポン駅のね、ところにある、エンプレアムデパートというところの、5階にあるですね、食堂街来てます。今いるところがですね、こちらラーメン屋、経過ラーメンっていうね、ラーメン屋が熊本にあるんですけど、その熊本の経過ラーメン、タイのバンコクにも進出してるんでね、私この経過ラーメンいると思います。周りはまあレストランがなってるんで、他にも日系のね、モスバーガーとかで、サボテン中、とんかつ食べれるところとかで、ね、あったりもします。朝日ビールなんかも飲めるんですけどね、今から食べることです。あんまりそこまで、まあ熊本の経過に比べたら、本場に比べたらね、あんまうまくないんですけど、まあ食べれないことはないです。これで150バーツプラス水含めて大体450円ぐらいですね。現地の人からしたら高いですけど、日本の値段よりやっぱ安いです。